まだ死にたくない。小球、医療用機構であの子に注射を早く。わかりました。前線の状況はどうなっていますか？堀人の銃艦が宝庫に上陸した。ここもじきに落とされるだろう。月魚将軍は、彼女は今どこに？僕は彼女の医師です。彼女のそばにいなければ。将軍からは伝言を預かっている。自分は関雲峡を守らなければならないから、もう戻らないだそうだ。彼女はこの子を助けろと言っていた。この子は私たちを連れ戻すために狂ったように戦っていたんだ。あんな恐ろしい戦い方は見たことがない。体が膨らんだようだった。まるで血圧が低すぎる。小球、聞こえてる？聞こえています。超知さんを用意してください。すぐに施術を始めます。僕が彼女を救ってみせる。それが俺の秘密を探る理由か？聞こえているか、小球？風霊、医師にとって最も悲しいことは何だか知っていますか？死にゆく命を救うため、僕は己の人生を費やしてきました。疲れ果てて座り込んでしまうこともありましたが、震える両手を見るたびに、やってきたこと全てに意味があると思えたのです。しかし、彼らは再び戦場に向かった。次に届いたのは死の知らせでした。堀の総画の下で、墜落した聖者の炎の中で、低級の荒野の中で、彼らは死んでいった。学習しない愚か者のように、僕は死というかなえから生命という名の魚をすくい上げている。しかし、何度繰り返しても、その魚はもがきながら、また煮えたぎる湯の中に飛び込んでしまうのです。何度も自分に問いかけました。なぜ彼らは命を拾った後に再び死地に戻るのか。どうして命を大切にできないのか。僕に残されたのは戸惑いと虚しさだけ。貴様から骨の髄まで染みた絶望の匂いがするぞ。ですが最後に、別れにも価値はあると理解することができました。その死は今日の礎となり、僕たちに力を与えてくれている。彼らは己の死をもって多くのものを取り返してくれたのです。だから僕はお前のそばを離れない。風霊の死という結果を見届けるまで、お前の死にも価値はある。それは炎武天霊の安全と飛翔の病の完治を意味する。秘密は狩りの場に欠かせない武器だ。秘密を持たぬ者は肉を引き裂かれ、死を待つだけの哀れな獲物に過ぎない。つまりお前にとって、今の僕は何の秘密も持たない、ただ死を待つだけの獲物というわけですか？まだ逃げ道があるとでも？小球、貴様を取り繕っている仮面は剥ぎ取った。貴様と貴様の使える将軍が隠している秘密のことも全て把握している。しかし、
選手様も自分の秘密を教えてくれたではありませんか。確かに教えはしたが、それを活かせる時は来ないだろう。貴様はここで秘密と共に埋葬される。だが貴様は幸運な奴だ。自分の仕える将軍が悲惨な未来を迎えるところをその目で見ずに済むのだから。あの女は自分の行く末をよく理解している。いつの日か戦いの中で次第に激しくなっていく月狂いに圧倒され、変化と怒りの中で四分五裂するとな。貴様らの信じる神でさえあの女をその結末から救うことはできない。せいぜい下脱をもたらす程度だろう。その唯一の救いの道は俺の手の中にある。これではどちらが意志なのか分かりませんね。どうしてそんなに自分の判断に自信があるのですか。そろそろ時間だ。行く前に貴様は俺が何をしようとしているのか分かっているのだろう。陰血種、戦の前に血を飲み狂気を刺激する、オリジンの風習ですよね。かなりの時間を費やして俺たちのことを調べたようだな。だが貴様はここで終わりだ。あなたが医師の小宮先生。僕に何か用ですか。あの時あなたが私を救ってくれたって聞いたの。感謝の言葉ならいりません。医師なら私の月狂いも治せるわよね。治したところで何になると。また戦場に行き今度は死ぬつもりですか。言っておきますがその体では戦うことはできませんよ。じゃあ、あなたは戦争を治療できる？何をわけのわからないこと。僕は医師です。できることと言ったら。あなたにできるのは、私たちを治して戦争の治療に生かせることでしょう。随分と大きな口を聞きますね、お嬢さん。この戦争は何千年も続いている。この先も続くでしょう。戦争の治療？君たちは無駄死にしているだけではありませんか。どんなに懸命に治療してもこの世に存在する病や死は消えないけど、それでも必死に命を救おうとしているあなたたち医師と同じように私たちも戦い続けたいの。もういない人たちの気持ちを代弁することはできない。でも月魚将軍、そして帰ってこられなかった戦士たちだって絶対に無駄死になんかじゃないわ。彼らが戦いに出たのはより多くの人を無事に故郷に返したかったからよ。あなたと同じようにね。昇級、これは命令よ。私を治しなさい。秘密を持たぬ者は肉を引き裂かれ
死を待つだけの哀れな獲物に過ぎないですか。好きなだけ僕の血を飲むといい。風霊、ただ残念ながら僕は秘密を持たぬものじゃない。小さな秘密を抱えているんですよ。ずいぶん前に服用したジョーチさん、毒はすでに僕の全身に回っています。遅かれ早かれ、それはお前の体にも牙を向く。世界最悪の毒でも向こうの命を救えるのなら良薬と言えるでしょう。全力を尽くして治療する。秘書様、この取るに足らない命で僕は約束を果たしました。どうか妖精に勝利を。必ずあなたを治してみせます、秘書様。永遠に生きられる人なんていないわ、昇級。今回私は約束を破ることになる。